ヤホスクリスです。はい、今回ね、今日5月20日なんですけどね、もうねここに袋が出てる通りトーレップに行ってきたんですけど、1日目にお迎えしちゃいましたね。ということでね、ちょっと今からお迎え品の紹介をしていきたいと思います。はい、もしね帰ってきてすぐなんですけど、ちょっとこの後ねやることもあるんで、ちょっとささっと行くんですけど、今回はねスケレプさんと、こっちがスケレプさんのやつで、こっちがね新レプタイルズだったかな、なんかレプタイルズ、これちょっとね店舗名をまた下に書くんですけど、いっぱいにシアフがいるとこですね。そしたら今日お迎えした子、まずスケレプでお迎えした子がこっちです。はい、ででーん、多分見にくいな。ズールヘテロ 66% スノーっていう子ですね。で、こっちの子が多分メスの子。よいしょ。で、次。もう一匹はね、また西アフなんですけど、2匹とも。はい、ででーん。この子は、キャラメルズールのヘテロオレオ。だからね、どっちもスノーになるね、ような感じのね、モルフです。はい。ちょっとね、ケージとか今回ね買ってきたんでね、今からセッティングするんですけど、キッチンペーパーがなかったんで ね、とりあえずケージの中入れてキッチンペーパーを今から買いに行くっていう感じです。はいはい。で、これがケージなんですけど、今回ねレプタイルボックスみたいな感じなんですけど、ちょっと違くて、ここトップクリエイトっていうねお店でイベントで買ってきました。まあほとんどね買っては一緒だと思います。で、これにね、はい、なんだっけ、これ、シェルター入れて、霧吹きして、でね、水入れもちょっとね、まだね、家にあるんですけど、まあ、後でね、全員統一させたいんで、100均でね、買ってこようと思います。なんで、ちょっとまずね、とりあえずケージに入れて、あとね、20分後ぐらいにはね、また、他の子と同じようなケージができてると思います。なんで、とりあえずは、シェルター入れて、なんだっけ。シェルター入れて、で、温度がね、やっぱり、大事なんで、この子たち。まだベビーなんで、どっちもね、多分半年ぐらいだと思うんで、またこの子たちも。そんなにね、大きすぎるわけじゃないんで。なんで、環境だけ整えて家でまず、そっからね、水入れ取りに行こうと思います。やっぱりね、最初はねお迎えする予定もなかったし、まあ、お迎えするとしてもね 3,4 万円が予算かなって思ってたんですけど、まあなんなら倍以上ねお迎えにお金が飛んでいきました。で、こっちの子がオスの子なんですけど、やっぱりねキャラメルはオスの子がね大きくなるし立派なんでね、あとは繁殖にもね使う時にオスの子じゃないとねダメなんで、こんな感じ。どうだろう、わかるかな。めちゃくちゃ明るいんだよねこの子。そう、いい感じの色をしてると思います。めっちゃちょっと明るいかな、外が。こんな感じで色が薄くて、背中のズール模様も結構綺麗に写ってますね。ね、この子の名前とかもねちょっとずつ、よいしょ、考えていくんですけど、よいしょ。ちょっとね、今だけね、このケージ不自由かもしれないんですけど、何も入れてないんで、一瞬ね、3、40分だけちょっと我慢してもらおうと思います。よいしょ。はい、こっちがオスの子ですね。そして続いて、よいしょ。カメラの充電がっていうか、スロットの空きがなくなっちゃったんで、一回切れちゃったんですけど、続いてメスの子ですね。よいしょ。ごめん。ちょっとこの子はビビリだな、まだ。よいしょ。こっちの子はメスの子でね、もうちょっとさっきの子よりちっちゃいんですけど、まあ、それでもね、そこそこ安心できるかなってサイズです。で、こっちの子がスケレプでお迎えした子ですね。今回ズールーがすごいね、お安くなってましたね。あとは、すごいズールーがいる中でも、この子はね、背中のズールー模様が他の子より結構くっきりしてる子だったんでね、自分は、この子をね選びました。よいしょ。
ほら、まだちっちゃいけどこんな背中がくっきりしてる。やっぱりね、色ね抜けちゃう子が結構多いんですけど、この子はねしっかりもうこのままほら茶色っぽい感じ、これがいいです自分的には。はい、でこっちの子がね多分メスの子、まだちっちゃいなこの子は。はい、下ちょっとよいしょ入っててもらおうかなって感じでね、合計2匹を迎えしたんですけど、ちょっとね環境とかの動画また撮ろうと思います。今回はねお迎えしたよっていう動画です。はい、じゃあちょっと今からダイソーとかに行っていろいろ買ってこようと思います、ね、またこの子たちが気になるようでしたらぜひねチャンネル登録高評価してお待ちください。それじゃバイバーイ。